イワシ、ウロコをかく、頭を落とす、腹を裂いて綿を抜き水洗い、三枚におろしていく。イワシ、梅、シソ、この組み合わせを生み出した人もまた偉人だ。腹骨をすく、切れ目を入れる、梅干し、種を抜いて果肉を叩く。いい感じ。水を梅肉で埋める。半分に立つ。軸を落とす。小麦粉をはたく。シソでイワシを挟み込む。天ぷら粉、水と合わせ溶く。イワシをくぐらせる。2分揚げる。いただきます。はあ、手間をかける価値はきっとある。揚げてみてね。